昇進は中華民国の軍人。遠釈山率いる賛成派の一員であり、また日中戦争期における国民革命軍の将軍として活躍した。最終階級は国民革命軍二級上昇。字は、慶与、清。祖籍は、石膏省商工府商工県。1905年、保定北洋陸軍促成学堂広文藩に入学する。 この頃から革命派の思想に傾倒し始める。1909年から新軍第二十鎮で官を歴任し、翌年3月第二十鎮参謀となった時に、兵玉省と知り合い、名兄弟のちぎりを結んだ。後に、昇進は、新の海軍大臣、はじめ人しの暗殺を図ったが、事前に漏れ、日本へ逃亡し、陸軍関連の学校で学ぶ。このは、 孫文と知り合い、中国同盟会に加入した。帰国後の1911年8月、革命派の考え民軍総司令として、法典近辺で放棄する。侵害革命勃発後は、大進軍で不利となり、三島省の延大へ移って、各地の民軍と連携を取った。中華民国成立後の1912年10月、昇進は三島第に根性旅旅長に任ぜられた。 翌年5月、北京政府陸軍部顧問として、北京に召喚されたが、二次革命への参与を疑われ、景気軍政、州法所長の陸立省に逮捕されてしまう。この時、陸と遠赤関係にあった兵玉省の口利きがあり、幸いにして釈放された。1914年2月、昇進は陸立省から、河南省総古総弁に任ぜられる。 同年、陸が白明鎮圧のために、先制省に入ると、省も呼び出され、千北英寿司令部参謀長に起用された。翌年3月には、先制省第一度々、長県千北英寿司令に昇進している。1916年6月、五国戦争で遠征外に味方した陸が失脚すると、省は三政特軍縁釈さんを頼り、その下で団長に起用された。 1917年7月、昇進は、長君副壁の鎮圧に貢献し、進む軍第4根性旅び長に昇進した。同時期に、暖気髄が行った炎症に、昇は派遣されたが、この時、全旅び滅の敗北を喫している。賛成に戻った後に、昇は平行少子官を命ぜられたが、この時の運営は優秀で、賛成軍の強化に貢献した。 その後指揮官に復帰して、軍港を挙げ、1918年7月、賛成陸軍第一根性旅旅長町に帰り咲いている。1924年1月、昇進は賛成省をしばらく編第一根性旅旅長町に昇進する。同年冬、国民軍に味方する河南省の藩省州が賛成に攻撃を仕掛け、一時山西が危機に陥ったが、 章がこれを迎撃して敗退させた。1926年南口大戦では他の北京政府軍と協力して国民軍を包囲攻撃した。同年8月国民軍が南口から撤退すると章は水塩都島に任ぜられた。翌1927年に円尺山が北伐に降応すると進む軍は国民革命軍第三集団軍に改組された。 昇進は縁から第三集団軍内理想指令に任せられ、方転派に対する攻撃を開始している。同年7月、第一軍団軍団長に任せられ、9月には第三集団軍左自走式を兼ねた。1928年4月、昭和補定、北京、天津等を次々と攻略している。6月、河北省政府主席に任命され、10月には、 国民政府軍事委員会委員となった。11月、北伐の軍港により、対立警備副司令に任せられた。1929年3月、昇進は中国国民党第3期候補中央観察委員に選出された。しかし、この頃から、縁さんは、昇が自主的な行動をしているのではないかと疑い始める。同年10月、縁は昇を賛成に召喚し、 有名無実な地位に過ぎない山西省政府主席に任命した。このため、翌年に、縁が、繁省解析の中原大戦を起こした際には、省はこれに非協力的な態度をとっている。これが幸いして、繁省軍敗北後の1931年1月に、省進は引き続き山西省政府主席に留任して、民政庁長も兼ね、4月には、長学領が、 国兵で組織した陸海空軍副総司令行衛で第四軍軍長も兼ねた。7月、章は石友さんの反省空でタ鎮チン圧に貢献し、第32軍軍長として新たに軍を編成している。しかし、その後も円さんの影響力、介入が続き、これを嫌った章は8月に山西省政府主席の地位を自ら辞任した。以後、 昭は賛成派からは離脱していくことになる。九百三十二年十月、満州事変後の日本軍に対処するため、昇進は国民党中央軍事委員会北平分会代理委員長に任ぜられた。翌九百三十三年二月、長城を日本軍に脅かされたため、昭は長学領から河北第二軍団司令に任ぜられた。昭は懸命に抗戦したが、 翌月には敗退している。5月31日、タンクル協定締結により、章の第32軍は北平南沿まで撤退した。同年10月、昇進は北京近郊で、基地を取りま片新部率いるチャハル民衆公日同盟軍を追い詰め、最終的に交渉により二人を降伏させた。1935年4月、昇進は二級上昇の位を授与される。 6月、土井原、旗特巡協定の一環で、河北省政府主席を学ぶ中が罷免されたため、省が同政府主席に返り咲いた。6月には、天津警備司令も兼ねている。この頃、日本側から新日政府受立などを呼びかけられたが、省はすべて拒絶した。同年12月、省は、各職を辞任し、翌1936年1月、 カ南ン省政府主席に転じている。2月、省会席から賛成省に入った公軍の討伐を命じられたが、省は非協力的で軍勢の保持を図った。日中戦争が勃発すると、1937年に、省進は第一戦区第二十集団軍総司令兼第三十二、軍軍長に任せられ、兵艦船で日本軍を迎撃したが、甲子絵図に敗退している。 1938年、第9戦区に配属され、武漢海戦に参戦した。翌1939年3月、第9戦区副司令長官に昇進し、長官の節学を補佐して、第1次、第2次の調査海戦を戦っている。10月、第6戦区副司令長官に転じ、翌年2月には、同戦区長官に昇進して、紅葉に駐留した。同年中に、 昇進は、重慶に召喚され、中央軍事委員会弁公庁主任に任せられた。翌年10月、中央軍事委員会外事局局長を兼任する。1943年、小解析に随住して、回路会談に出席した。1944年3月、中国中米軍事代表団団長として、アメリカに派遣され、大統領フランクリン・ルーズベルトに、 中国の軍事情勢を報告している。日中戦争終結後の1945年9月、国民政府参軍長に任命され、翌1946年1月には国連軍事参謀委員会中国代表団主席、代表を兼ねた。1947年5月、昇進は対日理事会中国代表に任命され、来日した。しかし、昇は、 国境内戦の推進に反対であり、1949年5月、対日理事会中国代表を辞任し、そのまま日本に留まった。小解析は、台湾へ来るよう何度も、昇進に進めたが、小は全く応じず、むしろ、中華人民共和国に、好意的な態度をとっている。百七十四年と百七十五年に、小は帰国し、周恩来、取得。 幼稚英へらと対談した。1978年5月15日、昇進は東京都で病没した。去年91、昇の遺骨は中国に送られ、八宝山革命公募に収められている。ありがとうございます。